森山です。ふうみんです。若手 TV です。今回浅草来てます。はい、浅草でやる企画なんだ。アホマチック天国。緊急事態宣言も終わり、はい、観光の人もね、はい、どんどんね、はい、浅草にやってきてるということで、ちょっとね以前も浅草行きましたけども、はい、また風情が変わってるんじゃないかということでね、はい、ちょっと今日はお届けしたいなと思ってます。はい、今回浅草の人たちがね、はい、アホ町の犠牲になる。ほら、ええー、ね、ちゃんと浅草のね偏差値をみんなに伝えなあかんから。なるほど。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄かツイッターの方もぜひお願いします。わかって TV。 今回なんですけども、はい、浅草の偏差値、学力を測ろうという企画をやってまして、最終学歴教えてください。地方の国立です。え、どこですか？岡山っていう。岡山大学。おお、学部は教育です。教育学部。おお、じゃあ岡山大学の教育は結構、はい、国公立の中では比較的高いです。まあ、そうですね、中堅よりちょっと上ぐらいですよね。え、意外と賢いです。いや、お前意外とクソせえやな。それただの脳筋野郎でとか。やめろ、ビジュアル国士官、やめとけよ。まあ、お兄さん、じゃ最終学歴教えていただいてもいいですか？高卒です。アホやないか、シンプルに。どういうこと？やめて。頭に雷落ちてるやん。やめとけよ、お前。どないなった高卒なんね。やめろ、お前。大学行ってんすよ、中退なんすか？そうなんすね。結構有名な大学行ってお兄さんは。中退なんですか？慶応だよ。令和中退って言いましょう。え、どうして今日同一の場合ですか？一緒の会社なんです。何系の会社なんですか？人材系です。人材系で、まあ、中退はね、最終学歴は。そしたらこういう、ちょっと待って、中退は違うって。最終学歴は何々大学中退や、うん、大学の出身。やっぱ人材系いると、うん、最終学歴は卒業で。なるほど。なって、ちょっと待って、はい、だからじゃあ僕が、じゃあ今 YouTuber やってます。はい、YouTuber 辞めて、はい、じゃあいろんな企業就職するとします。はいはい、で、僕京都大学中退なんですね。あ、その大卒かどうかっていうので、はい、フィルターかけるとこもありますけど、はい、学歴よりも職歴見るところが結構多いんですよ。え、職歴の方が大事？学歴より？僕学歴が全てやと思ってきて、大学受験までは頑張ったんですよ、僕。あ、もうよくあるよくある。それが学歴が大事だって言って、なんか有名な私立入っても別に使えないやつ使えないし、僕は転職市場では僕の価値どうなんですか？残念ながら僕は手伝えないです。学歴中の末路。はい、というわけで、はい、雷門のところでお兄さん見つけました。はい、ちょっと黒マスクですよ。あら、低学歴ですね、これは。ちょっと分からない。ちょっと聞いてみないと分かんないから。あの、浅草の偏差値測ろうということで、はいはい、お兄さんの通ってる大学学部教えてください。東京大学。じゃなくて？え？いや、マジっすか。今のは東京大学じゃなく東京経済大学とかかと思った。かと思ったところ申し訳ないですけど、ガチです。ガチ？ガチです。マジっすか？何年生？と今5っすね。6年生医学部なんで。あ、そういうこと。薬学部とか。いや、いいです。医学部？はい。え？東大医学部？入試は2、3っすか？入試2、3っす。やばい、頂点来た、頂点。ベテランチの先輩？ベテランチの先輩。ベテランチすごいな。ちょ、正直言っていいですか？そんなに賢くなさそうですよ。いや、あんま変わんなくない、正直。マジか。やべえわ。将来何になるんですか？将来医者に。医者なりますよね、それは。外科医考えてます。外科医もうエリートっすね、医者の中の。すごいな。ちょ、何も言えないじゃん、お前。ちょっとお前。じゃあ、理さんあるある。あ、確かに。あるある。そう。大体、はい、みんな鉄力会出身なんで。留学した時点でもうすでにコミュニティできてがちですね。鉄力会組。それありますね。いや、おい、ベテランチか。ありますね。やめろ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございました。図が低いな。図が低い。はい、はい、カップの方見つけました、はい。じゃあお姉さんからいきましょうか。そうね、はい、お姉さん、あの最終学歴の方は横浜市立大学です。軽量入試大学です。横浜市それ普通にすごいいい大学だよ。3教科で入れる学部とかありますからね。まあ、ありますよね。国立と見せかけたただの私立です。やめとけ。違うわ。ちゃんと国立だ。お兄さん、じゃあ最終学歴いきましょうか。お兄さんの最終学歴は？自分は日本体育大学。はい。の武道学科です。脳筋大学です。おい、ちょっとやめとけよ。おい、絶対言われると思った。ちょっと普通は相入れない2人ですよ。いや、そう、なかなか。だってセンター試験とかも受けてないわけじゃないですか。
だってなんかじゃあごめんなさいね、はい、僕ね僕が横一のお姉さんみたいな彼女やったとしたら、はい、彼氏アホやなって思う瞬間ってあるんちゃうかなと思うんですよ。それはお前だからあります。あるの？じゃあ彼氏がアホやなと思った瞬間ちょっとどういう瞬間ですか？そう、はい、なんか日本語が下手くそ体育大学の人って日本語使えるやめとけよ偏見だよ。え、ちょっと気になるのが、俺の武道何やったんですか？相撲です。ええちょっと小柄っといいですか？え組んでもいいですか？東B 山の山やめろお前ボーズ日本体育大学の山の勝ち僕はやっていい？やるの、京都大学の山。オッケー、おい残った。え、強い。引くやつ。引き落とし。引き落とし。勝てる思ったのに。力士体験やのに。いや本当だよお前。これで負けたら恥だとお前本当に。ひふみ。今日はお二人はなんかまあデート的な感じですか？なんか感じですか？ああそうです。はい。なるほど。どちらからですか？あ、こっち、一応こっちから東京あほらどっちがこっち告白ね謎に発表してもらったか自分から告白したみたいなすいません、ごめんなさいこちらから来られたんですか？埼玉です。埼玉から。お兄さん、じゃあ最終学歴どんな感じですか？独協ってところ。お、独協外国語学部だけ偏差値高い大学。ちょっと前うるせえよお前。ちなみに学部は？外国じゃない。あ、ほら。何学部ですか？あ、経済。雑魚学部ですか？やめて、おい。お前ちょっとやめて。おま経済って言われてる。あ、おま経済。ちなみにお姉さんの最終学歴は？私は専門学校です。あらららららら。あらららららって何？いや、無事立派でしょ。かわいそうに。何がかわいそうだよお前。あの、どれぐらい前から付き合いされてるんですか？7ヶ月前ぐらい。7年前。あ、なえ7イヤーズセブンイヤーズアゴマジっすか？ちょっと僕6年間付き合って別れちゃったんですよ。7年目は来なかったよね。そう、おい言うなお前来なかったっていう。そういうことでしょ。続けるコツとかあるんですか？確かにちょっとね、なんだろう、なんかこんな感じだと多分長く続くこんな感じ。なるほどね。ちょっとなんか無言でご飯食べてそうなカップル。やめろおい。 いいことよそれは。それね、別に水いらずってことですね。話さなくやっぱ浅草といえば手本ですね。じゃあこのプリプリのエビ食べたいと思います、はい、美味しさが人力車で運ばれてきた。いや、ちょっとさ、浅草かお前。大丈夫大丈夫。じゃあこちら、白身魚なんですね。おー、うまそう。ギョギョギョ。おー、新鮮すぎて魚風になっちゃう。魚風になっちゃった。あらららら。あー、いいっすか？あー、どうぞ。おい、飼い犬ですか？はい。そうっす。動物好きアピールいらんで、ね、モテようとしてるやろ、さては問題は、はい、飼い主の学歴ですよ。そうですね、ちょそっちが気になりますよね、はい、お兄さんの最終学歴、大学学部教えていただいてもいいですか？イギリスのサセックス大学大学院のバンキング&ファイナンス学部です。なんて？セックス大学？違う、お前一部しかないよお前もうイギリスの中で言うならば、はい、なんか総計とかマーチとかどんぐらいなんですか？総計ぐらいだと思います。そんな高いの聞いたことないよ。いや、サセックスってでもなんかちょっと有名なかも、聞いたことあるかもしれない。イギリスの東大といえばどこですか？そう、オックスフォード、ケンブリッジ。オックスフォード、ケンブリッジ。あ、じゃあ東大、京大みたいな感じ で総計がサセックス。まあ、だと願います海外大学卒業って結構就活とかどんな感じなんですか？やっぱアメリカのボストンキャリアフォーラムというのに参加して、ボストンキャリアフォーラム、海外大生専用 の、 その就活のイベントがあるんですけど、へえ。そこで日本の学生さん、集中せ、集中早稲田。いや、ちょっと可愛いんだもんな。あのね、こう海外大の人ってさ、ちょっと生きてるとこあるじゃないですか。いやいやいや、こっちはもうね、東大京大の京大の方なんで、いや、そこ受かってからなんか海外に留学行くんやったらまだ分かる。うん、その入試逃げて海外行ってるやんって。逃げてはないでしょ別に。ごもっともです、ね、おい、ちょっと認めちゃったよ、うん、海外大あるある教えてくれ。確かになんか男女の距離近いイメージありますね。なんかすぐハグとかするでしょ僕ちょっと陰キャの方だそういうの参加しなくてあれ、リバプールジョン・ムーア大学。やめろお前、捨てハゲ大学じゃねえかお前やめろお前。はい、あの浅草で待ってるお姉さん見つけました、はい、お姉さんの、最終学歴ちょっと聞かせていただいてもいいですか？独協大学。独協大学、国際教養。おー、高そう。高い、高いです。独協の国際教養はね、高いよね、はい、高いで、松原団地ですね。あ、そうです
ね、詳しい。あのそういう駅があって、今駅名独協大学前なんですよね。そうそうそう、詳しい。さては独協に元カノおったな。おい。ちょっと留学生とか多いんですか。あ、今はあれですけど多いと思います。うん、なるほどなるほど。私は留学行ってたので。お、なるほど。どこの国に留学されてたんですか。中国。おらららら。你好我五年前在大连。おー、我也是。ジェンダマ、誰？ちょっと待って、日本人、日本人。やめてやめて。お姉さんから見た中国という国はどんな国ですか？汚い。おらららら、大丈夫？YouTube で。確かに汚い。ちょっとあのね、大連はあの乾燥してるのよ。のみってすごい雨が降るから綺麗なんだけど、全然雨降らないから汚い。あ、そういうことね。砂ぼこりすごい。気候のせいってことね。そう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 。気候のせいで中国あるあるとか聞かせてもらってます。ビール冷えてない。あ、ある。中国あるあるある。ビール冷えてない。もう一個いいですか、中国あるある。中国あるある。吸い殻捨てがち。まあ、ただね、今中国が経済引っ張ってますからね。はいはいはい、中国には頑張ってもらわないと、はい、世界全体不景気になっちゃう。僕らね、中国を応援してるということで。はい、今日皆さんこれは何の集まりですか。家族。家族とカップル。カップル。あ、ちょっと待って。血つながってるのは？パパ、うん、姉、姉。妹、私の妹。え、ビッグダディ。やばい。まあそうだけど、4姉妹と今回浅草の学力偏差値を測ろうという企画をやってまして、お姉さん、最終学歴は高卒。あ、高卒。あ、お姉さんは大学中退。え、どちらの大学ですか。江戸川大学。いや、誰でも入れるとか。誰でも入れるわ。意味のない4年間や。さんは高校在学中。あ、高校生。あ、そうなんですか。同じで高校生。あ、高校生。高卒です。高卒。アホやない。いや、どういうこと。びっくりする、やめて。全然学ないやん。学ないって言わないで。本当にお父さん育て方下手。いや違うわ。いいんだよ、こんなに楽しい家族なんだからいいじゃん。悲しい時、悲しい時、たくさん探し回ったのに高学歴が一人も見つからなかった時、たくさん探し回ったのに見つからなかった時。おい、何やってんだよ。いや、お前からやろ。そうか、ごめん。もう終わりですね、今日は。はい、締めていきましょう。はい、はい、というわけで、はい、僕らね、浅草の偏差値測ってきました。はい、まあ、自粛明けですが、人も結構多くて。そうですね、皆さんね、ちょっと日常を取り戻しつつあるなという感じがしましたね。はい、でした。うん、はい、旅行中国からとかね、はい、留学生、元留学生だとかね、面白い話もいろいろ聞けたんじゃないかなと思います。はい、まあ、偏差値の方なんですけども、はい、ね、まあ、リサいたけど、まあ、低い人もいたね。そう、皆さんぜひチャンネル登録と高評価、概要欄か Twitter のフォローもぜひお願いします。はい、今日はこの辺で、バイ。